さあ続いてはいいね地元店のコーナーです。地元のお店にあるいいねと思えるポイントを大きなものから小さなものまで地元が深掘りしてご紹介していきます。これを見れば思わずいいねと親指を立ててしまいたくなること間違いなし。はい、さあ今回は泉区中田町にありますアングラーズ食堂ナブラをご紹介します。ご覧ください。今回ご紹介するのは横浜市営地下鉄立場駅から歩いておよそ10分のところにあるアングラーズ食堂ナブラです。バリ島をイメージしたという店内は南国感はありつつも居心地のいい家庭的な雰囲気。うん、素敵ですね。お、さあしかしそんな空間でひときわ存在感を放つものが、この魚卓こそお店のいいねポイントを象徴するものの一つ。 5,6 年前から釣りを始めて、ところが私は魚を食べるのが苦手なので新鮮なうちに、一人でも多くのみんなに魚を食べてもらいたいと思ってこのお店を始めました。いいね。魚を食べるのは苦手だけど、うん、料理は好きということで始めたこちらのお店。店名にあるアングラーは釣り人という意味なので釣り人の食堂という店名なんですよ。もうお魚が新鮮そのものですね。光っております。で、運が良ければその日釣ったばかりの魚がメニューに並ぶこともあるんです。贅沢。日本酒かしらこれはね。何でも合いそう。こちら実際に釣りをしている様子。本格的ですよね。パワフルですよね。うん、ではここであやさんに釣りの魅力についてお話を伺いました。やっぱり当たりがあった時が一番楽しくて、大きい魚が釣れるととても楽しいです。好きな釣りをしつつ釣った魚も美味しく食べてもらう、一見何の不満もない生活に見えるのですが、うん、少し悩みがあるんですって。もっともっと釣りに行きたいんですけど、お店が忙しくなってしまって釣りに行く機会が減ってしまうのがちょっと残念です。いいね。それではそんな嬉しい悩みが出てしまうほど人気のメニューを見ていきましょう。まずは曜日限定で行っているランチメニューから。この日のお魚ランチは稲田の竜田揚げ。油の乗った稲田はホックホクの食感でご飯が進みます。でも美味しそうなんです。これたくさん乗ってますよ。でね、メイン料理の他にも、うん、はい、赤目納豆やアジの南蛮漬けなどの小鉢が2品、さらにさらにあら汁もついてくる豪華なランチなんです。あら汁贅沢。なんとこれだけでも十分満足なんですが、ランチはなんとご飯とスープがおかわり自由。おばんぶるまい。すごい。でまたあやさんのようにお魚が苦手だなという方は、うん、お肉のランチもあるのでご安心を。ありがたい。うん、ちなみにこの日は鶏肉のミートボールトマトソースがけでした。もう毎日通わなきゃですね。食べ比べしたいです。ではここからはディナーメニューのご紹介。はい、定番メニューの唐揚げは生のニンニクと生姜をすりおろして使うこだわりぶり。2日間漬け込んだパンチのある味わいです。これはビールかな。合うね。この他夢中でかぶりつくこと間違いなしの特製スペアリブなど、酒のお供にぴったりの肉料理も充実しているんです。なんか会話も、ね、盛り上がっていきそうです ね。パワーもつきそう。うん、そして宴会メニューもありますので、飲み放題のほか相談に応じてアクアパッツァなどの特別料理も楽しむことができるんです。相談に応じて、これかなりのポイント高いですよね。ありがたいポイントです。うん、いやすごく美味しくて、今日稲田の竜田揚げいただいたんですけど、もうすごいホクホクで美味しかったです。すごい美味しくて小鉢もたくさんあったのでボリュームもあって満足です。店名のナブラは魚群という意味があるので、たくさんの人に来てもらいたいと思っております。ご来店お待ちしてます。
ね、美味しそうなお魚料理、うん、こんなにボリューム満点、やっぱりお魚料理を、ね、美味しくいただいてほしいという気持ちの表れですよね。あの豪快な釣りっぷりから分かる豪快なサービス精神、そうそう、ね、だってスープもご飯も食べよう、あのおかわり自由、ね、おかわり自由、素晴らしいですよ、うん、でランチは火曜日土曜日が定食で、はい、木曜日はパスタを提供しているんですって。そうで、びっくりしたのが、ねうん、取材して、はい、宴会時には持ち込んだ魚もさばいてくれたりと、お客さんのわがままにも対応 OK なんですってその日にじゃ釣って楽しんだらここに行けばいただける、ね、うん、最高ですね。なんかもう江戸っ子の行きみたいな ものも男前ですよねさあ今回ご紹介したアングラーズ食堂ナブラの場所のおさらいです、はい、横浜市営地下鉄立場駅から歩いておよそ10分、横浜泉郵便局の向かいにあります、はい、もう一度見たい、気になるという方、 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、いいね地元店のコーナーでした。チャンネル登録お願いします。